芸で食っていきます。よし、コントをして食べ物をもらうという新企画、これを始めよう。いや、芸で食べるってそういうことじゃないんですね。キャム TV シリーズ第2弾、旗を作ろう。これから毎週新作コント。もう嫌や、もう言わんかったよかった。おめでとうございます。2020年、東京オリンピック開催決定でございます。見てる人はね、もう結構、まあそんなに新しい情報じゃないかもしれないですけども、今現在ちょうど今朝、オリンピック開催地が決定されました。2020年は、東京でオリンピックが開催されるということございます。はい、いや、まあ僕の年齢からしたら東京オリンピックっていうのは知らないんでね、まあ一番近いので言うたら長野オリンピック、それぐらいしか記憶にないので、日本で開催されるオリンピックっていうのがどんなものになるのか、すごく楽しみです。2020年、まあただ遠いですね。2020年、7年後ですからね。7年って言ったらもう小学生の時ぐらいなんかやったらもう永遠の時間ちゃうかというぐらいの時間ですからね、ていうか、まあ話変わるけど、なんでその小学生の時ってあんだけ時間経つのが長く感じたんでしょうかね。やっぱりいろんなものにこういろんなことを考えてたんでしょうね。もう今同じものを見たとしても、そこから得られるもんっていうのはやっぱ違うかったんでしょうね。だからもうやっぱり一つ一つの時間の内容の濃さがちゃうかったよね。まあ7年後というか7年というこの月日、すごく長く感じられるような、そんな日々を過ごしていけたらなと思います。ちょっと話が変わってきておりますけども、まあとりあえず、おめでたい話です。東京オリンピック、皆さん一緒に見ましょう。お便り読ませていただきます。いつも勉強しながら見てます。まだまだ暑いと思うので、体には十分気をつけて元気に放送してください。勉強しながらやってるんですか。あー、ラジオじゃないねんけどね。あんまこれ映像をこう見ながらこう勉強できるんですかね。まあ別にながら勉強は僕はあんまり悪いことやとは思ってないので、まあながらでもいいんで見てくれたら嬉しく思います。ありがとうございます。ローカルコニーさん、コニーさんって結構送ってくれてますよね。あんまり長いあのメッセージじゃないですけども、いつもありがとうございます。ずっとずっと応援しています。なので応援してくれてる人がいる限り頑張ってくださいね。伊藤さん、ありがとうございます。はい、結構時間かかると思いますんで、長い間お願いします。人は無責任にいろんなこと言うだろうね。編集長の格言にもありましたよね。取るに足らないことは文字通り取るに足りません。我が道を貫け。いつも見てるで、大阪のおばちゃん。ありがとうございます。何かほんまに親戚の、おばちゃんからなんかちょっと忠告受けた感じで、ちょっと温かい気持ちになりますけども、こういうメッセージいいですね。本当にいつもありがとうございます。はじめの言葉です。線路は続くよ多分。あ、歌になってないんですね。線路は続くよっていうのをパッと見たんで、これ歌やなと思って歌ってしまったけど、これ歌じゃないや。めっちゃ恥ずかしいや。線路は続くよ多分、どこまでもっていうね、もし歌うとしたら多分っていうのが、ああいう合いの手みたいになってますね。
はい、まあ、どうでもいいですけども、すがすがしい秋めいてきた朝、おはよう高谷くん、回を重ねてまいりました道の駅シリーズも今回で13カ所目。あ、そうなりますか。ここまでの走行距離、全走行距離、〇〇〇キロ、うん、いや、分からんねやったら書かんでもええやん。こうやって書くことによって気になってきてしまいますからね。やっと終わりも見えてきた、今日この頃ではありますが。え？あ、そうなんですか。バカみたいに暑かった夏の疲れはもちろん出てはいないよね。編集部中、そんなキャラじゃありません。うん、まあまあ、暑さよりかはちょっと朝とか肌寒くなってきましたからね。逆にこの寒くなってくるっていうことの恐怖が来てますね。暑さは大丈夫なんです。ただね、寒さはね、本当に、なんというか温かみを求めてしまうのでね、寂しくなってきますよね。残すところあと4カ所。あ、そうなんですか。ラストスパート。そうなん？あと4カ所なんですか。初めて聞かされた事実。それが4カ所目。あと4カ所で聞かされるっていうね。あと1カ所とか。まあまあ、あと3カ所とかだったらわかるけど。あと4カ所っていうね。そこで気づかされるんだね。うん、秋を感じて脳の活性化を図りつつ、ますます冴え渡る高谷ワールド行ってみようぜ。道の駅かよ、本日も晴天なり。では行ってまいります。着きました。あそこが道の駅かよでございます。先週やりましたけどもね、やっぱボイスレコーダーいいですね。緊張感伝わってましたね。まあ自分で言うのもなんですけども、あんな感じでいつも交渉してるんですよ。よし、じゃあ今週も行きます。頑張ります。コントしたいんですけども、そういうので事務所どこ、はい、あっち、はい、あ、そこ、ああ、わかりました。ありがとうございます。すいません。あ、すいません、ちょっと芸人してるもんなんですけども、あ、3、4分で終わりますんで、ちょっと邪魔にならないところでコントみたいなのさせてもらってもいいですか。いいですか。あ、すいません、ありがとうございます。すいません。今日はやらせてもらうことで、ありがとうございます。あ、どうも、はじめまして。私、高谷という芸人をしているんですけども、毎週いろんなところでコントさせてもらっております。もしよかったら3、4分で終わりますので、ちょっとだけネタ見てもらえないでしょうか。ちょっとだけ見てもらえないですか。すいません。ありがとうございます。拍手してもらえるって嬉しいな。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。もしよかったらなんですけども、何か、食べ物をもらうということになってるんですけども、もしよかったら食べ物が欲しいなということなんです。ちょっと勝手に刺させてもらいました。まあちょっとだけなんでね、いいでしょう。大丈夫か。怒られん間にやっちゃいます。終わりの言葉です。終わりの言葉、そう、もう長いんよな、もうほんまに。もう これもちょっと恒例になってもって、もうええわっていう感覚ですけども、全地内具の花といえば、池の尾で知らないものはない。長さは5、6寸あって、上唇の上から、顎の下まで下っている。形は元も先も同じように太い、いわば細長い蝶爪のようなものがぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。芥川龍之介花。ご存知、芥川龍之介の花の書き出しの部分ではありますが、これもいわば常識の範疇を超えるもの。
全知内具はその大きすぎる花をより小さく見せるためあれやこれやと大騒動。まあしかしなんだな、事故をより大きく見せるためになんだかんだと飾り立ててる光景はそこら中日常茶飯事のことかと、結果、目論見は見事に外れ見るも無残な結果になっているものだよ。はい、別の話だよ。うん、花ね、もうなんかそれがすごいコンプレックスで、それ直して僕が面白いと思ったのが、直した後にそれまで親切にしてくれとった人たちが直った途端に親切にしないようになって、結局鼻長いまま終わったという、うん、いやーほんまにね、めんどくさいですね人って本当にめんどくさいですね。ある意味笑いも常識の範疇の外にあるものかと。しかしながらもう一つ大きな常識の範疇に囲まれているからこそ、笑いは笑いとして生きることができるものなのかもしれないね。所詮下手な小細工など労せず、ありのままをありのままに、表現とはそういうものだよ。自らを赤裸々に表すことができない限り表現者になり得ない。本物とそうでないものに分類するならば、やはり本物であった方が随分と心持ちのいいものだ、そういう意味で高谷は素晴らしい。編集長中こんなんでええか自らの思うところをまっすぐになんてな。いやまあ褒めてくれるのはありがたいんですけどね、これも僕を褒めることよりもね、ちょっと寄ってますよね言葉になんかそんな感じがするんですよね。本物とそうでないものに分類するのです。笑いは笑いも常識の範疇の外にあるものかと。何も知らないですよあの人何も知らんのによタラタラとこんなことを喋るわほんまに。でもまあ、ありがたいことですね。ちょっと僕ね、食料になるから、食べていいですか。ちょっとお父さん、ちょっと入ってきてお父さん映るかな。あのお父さんにもらいました。お話ししたかったけどな、行ってしまった。なんかそういう人多いですね。多いっていうかまあそんなもんなんかな。でもかっこええよね渡した後何も名乗らず去っていくっていうね。ありがたいです。なんか恩返ししたいけどね、何もできないっていうはい、まあ一応ネタを見せてるっていう代わりということなんです。めっちゃあの箱が欲しいわ。このプレゼントにするぬいぐるみが入るちょうどええ箱が欲しいわ。持ってるよ。え、このぬいぐるみの入る箱持ってんの？うん、持ってるよ。え、ちょっとそれちょうだい。ええよ。ありがとう。ちょっと持ってきて。うん、わかった。はい。おお、それめっちゃええやつやんか。俺が一番欲しかったデザインのやつや。ありがとう。うん、ええよ。ありがとう。ちょっとあのこのぬいぐるみのやつ入れてみてええかな。うん、ちょっとはみ出るな。ちょっとはみ出るわ。いやデザインはめっちゃ良かったんやけどな、デザインはめっちゃ良かったんやけどな、やっぱ入らんかったら意味ないからな。いやありがとう、ごめんな。あのそれより一回りちょっと大きいやつが欲しかったな。持ってるよ。え、それより一回り大きいやつ持てんの？
持ってるよ。それめっちゃ欲しい。持ってきてよ。いいよ。はい。おお、さっきと同じやつやん。やっと、ありがとう。あ、ちょっと入れてみてええかな。ええよ。はみ出るな。あ、っていうかさっきと同じやつ違う、それ。なんで、なんでさっきと同じやつ持ってきたん。なんで。いや俺その一回り大きいやつが欲しいんよ。時間経ったら大きくなると思っとったん。いやいや、わけ分からへんわ、もうええわ。大きいやつが欲しかったの。持ってるよ。いやもうええよ。おい、それデザインはええけど、その大きいやつが欲しいんや。持ってるよ。大きいやつ持ってるよ。大きいやつ、これちゃんと入る。うん、入るよ。じゃあ最初からそれ持ってきてよ。はい。同じやつよな、絶対それ同じやつよな。違うよ。違うの。うん、違うよ。さっきより一回り大きいやつ。ほんまに。ちょっと入れてみてかな。一緒のやつやんか。一緒のやつ嫌って言うとり。もうちょ、ほんま、もうなんでこの時間なんなん。うん、持ってる。いやもういいわ、もう自分で買うから。持ってる。一回り大きい、それが入るちょうどええやつ持ってる。もうええって、ほんまにええわ。もうちょっと持ってこんといて。はい。もう同じやつやんか、それ。もう入れてみて。ああもうちょっと入れてみる。同じやつやんか、やっぱり。